サイツセブンカップ。総勢8名のパチンコマスターが賞金10万円、そして己の威信をかけトーナメント方式で優勝を争います。実力と運を兼ね備えた者だけが勝ち残る完全自腹の定ま勝負。制限時間7時間、投資上限5万円など、実戦ルールはご覧の通りです。サイツセブンカップ44回目となる今大会にもご覧の豪華な顔ぶれが揃いました。こちらがトーナメントの組み合わせ。今回お送りするのは準決勝第1試合、源ピカル VS 桜キュインの後半戦。まずは前半戦の模様を簡単に振り返りましょう。先制のゴールを挙げたのはピカルでした。いけ、うわ、気持ちいい。大移動後わずか9回転、総投資は2500円でした。いやー、ST は入ってないね。一応時短。危ねー。先を越されたキュインちゃんでしたが、その後レールガンへ移動し反撃に出ます。当たってるんですか？そうなの。さっきまた2回目の初当たりでまた入れて、今回はちゃんと継続しております。ここでピカルは慌てて超位打点へ移動。すると間もなくアメイジー、やっとできた。なんか正直めちゃくちゃ余裕ぶっこいてたんですけど、なんかピカルちゃんがゲンさんでやらかしたらしくて、割といい勝負らしいんですよ。前半戦終盤まで迷走していたピカルですが、超位打点への移動が功を奏し一気に挽回。キュインちゃんが依然ラッシュ中ですが、白熱した接戦となっています。今回戦いの舞台となるのは千葉県松戸市のロータス。JR 北小金駅南口より徒歩1分のところにあります。パチンコの設置台数は188台、持ち玉大移動、出玉の共有も可能です。最新人気機種はもちろん、一パチも充実のラインナップ。各種情報は当店ホームページでご確認ください。サイツセブンカップ準決勝第1試合後半戦、キックオフ。はい、後半戦スタートしていくんですけれども、引き続き私はこちらの大工の源さん超位打点から打っていきたいと思います。今ですね、キュインさんと、まあ、いいところまでは来たと思うんですけど、まだ多分負けてるし、キュインさんまだラッシュ中なので、引き続きこの台打って早く当てて、またラッシュに入れて、また連チャンさせてということをやりたいと思います。ここでキュインさんに勝てれば決勝に行けるし、決勝に行ければ初優勝もかかってる、プラス次回のサイトセブンカップにもね出れるので、しっかり気合い入れてキュインさんに勝てるように頑張りたいと思います。はい、後半戦残り45回転、ここで引けるか引けないかがめちゃくちゃ勝負の明暗を分ける気がするんで、もう是が非でも引きたいですね。私の全てを使ってでも連チャンさせます。さあ、現在リードするキュインちゃんですが、ここが一番の勝負どころと並々ならぬ意気込みで後半戦をスタートしました。緑か、赤に赤に、まあまあまあ、頼む、これで当たってくれ。お、何ゲコ？青か、青ゲコさんか、ちょっと頼りないな、青ゲコさん。あー、逃走犯ですね。逃走犯を逃がすな。タイトルは普通だ。できれば赤になってほしい。お、おー、レインボー来たー。よし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 、いいぞいいぞ。とりあえず、レンちゃんはできました。よいしょ。
後半戦1本目のゴール。いや、なんとか連チャンできましたね。よかった、70ありがとう。はい、前半からずっと同じゲンさんを打っていたんですけれども、ちょっと足りなくなってきたので他の台に移動したいと思います。そんな中、キュインちゃんはどうしちまったんだよ。私の知ってるレールガンじゃないな。1,2,3,4,5,6,7,8 連続。このあと8連続で2000発以上が来るなら私も納得します。本当に逆にでもどこまで続くのかも見たいです、この600パラダイスが。はい、ゲンさん3台打ったんですけれども、どれも頼りない感じなので、ちょっとキュインさんの様子を見つつ他の台に移動したいと思います。どうしましょう、ちょっと路頭に迷っちゃいますね。そしてキュインさんの元へ。はあ、まだ当たってるよ。マジか、17連。2,3,4,5,6,7 7箱。今の当たる流れじゃなかったじゃん。ちょっと弱かったのに全部仕留める。マジか。はい、花のケージ3に舞い戻ってきました。前半戦朝打った、初当たりを引けた台ですね。この台は一番回ったと思うので、この台でしばらく様子を見ながら打っていきたいと思います。さあ、キュインちゃんの勢いが止まりません。あれよあれよという間に20連チャン到達。いやでも私サイトセブンカップ20連しがちなんです。よくよく考えたら、前回のね、前大会も1回戦準決勝20連して、マイプーとの対決の時だけ確かシンフォギア17連ぐらいで終わっちゃったんです。で、今大会もね、1回戦多分ゲンさん打ってるから20連はしてるしてたかな、多分20連以上してるん で今回もね20連してるんです。サイトセブンカップあるある、20連しがちっていうね。はい、後半も路頭に迷ってます。ちょっと花のケージ3も足りなかったので、他の台に移動したいと思います。ネバーダイネバーダイ。いや、すいません、本当にこれこいつで決めます。はい、ユニコーンに移動してきました。なんとなくこの子やれる気がするので頑張ります。終わった、ついに終わった。まあでも22連、あっぱれといえばあっぱれですけどね。連チャン自体は本当初めて、最高連ですね。私自身もレールガンでは22連はしたことないけど、出玉はね本当14連ぐらいでこれぐらい出したことあるんでまあ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 、数重ねていくタイプでした今回は。まあでもだいぶこれでヒカルちゃんに差はつけられたと思うんですけどね、そのはずなんですがっていう感じですね。というわけでキュインちゃん、心に余裕を持ってライバルの様子を伺いに。あ、ユニコーンだ。まあでも当たってないから、多分後半は当たってないんじゃないかな、ゲンさんから移動してと思うんで、有利な気がする今んとこは。現状を確認したキュインちゃんはそのままレールガンを続行、油断することなく次なるゴールを狙います。当たる、アクセラレーターいった、ま、アクセラレーターは全部全般予告系 90% 超えるんでほぼほぼ当たりますね。
びっくりした、まさかこんな飛び方するとは。5分の4か。一応 90% 以上あるけど外れることもあるんだよね、多分。外れたことないですけどね、私アクセラレーター系で。これはストーリーリーチですね、一番熱い。おいしょ、簡単だな。トータル25本目のゴール119回転なんで、抜けてから19回転当たりました。ラッキー。さあここで再びラッシュ突入ということになれば、2大会連続のファイナル進出が大きく近づくことになります。しかし早くも残りわずか、果たして。ダメなの、ダメなの、ダメなの、ダメなのね。さすがに3連続突破はできませんでした。いやちょっといけそうかなっていうのもあったんですけどね、残念。タイムリミットまで残り2時間となりました。やばい、後半まだ1回も当たってないですもんね。あと2時間、当たりの絵がないぞ。頑張れガンダム。わあ、来た来た来た、ネバブル来た。頼む頼むっていうか、もうほぼ当たるでしょう。ちょっと早いけどね、モニターファッション出てくるの。ちょっと怖いけどね、この感じ。普通のバトルに発展してくれないこの感じ、ちょっと怖いけど。頼むよ頼むよ、本当に。私あんまりこのリーチで当たる印象ないんですけど、でもね、ブルってるんで。のぞみ言えよ、のぞみ言えよ、バナージ、お願いお願い。赤ボタン赤ボタン、うわ普通だけどいけるでしょ。よっしゃー、はあ、当たった当たった。どちら、アメージングからのウネッサピカイチ、やったー。ピカル待望のゴール、お願いします、入ってください、お願いします。ここでの昇格はあんまりないか。まあそうですよね。大移動後143回転で大当たり。さあファイナルチャンスに期待しましょう。本当にお願いします、本当にお願いします、お願い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 、入るときはギリギリで入る。よっしゃー、うれしさピカイチ。ちょっとこれ恥ずかしいな。やったー、これめちゃめちゃでかい。はー、でもちょっと待って、落ち着きます落ち着きます、焦ってもいいことないんでね。本当にお願いします。153分の1を引く前に41分の1を引く。
41分の1を引く。よし、お願いします。うれしさピカイチ。ちょっとこれ恥ずかしいな。タイムリミットまで残り90分となりました。これやめて、でも台は開ける、台開けるんですよね。そうですよね。どうしようか、なんか怖いな。 やめてな。30分前とかに抜かれたってなっても何打てばいいかっていう感じで。そうだよ、ケンさんとか、まあ、通常の変動が早い台じゃないと思うじゃん。ゼロはない、ゼロはないね。まあでもエヴァかね、通常時早いってなったらエヴァ、エヴァ、まあ海でもね、ケンさんも早いけど、え、当たってるし。ヒカルちゃん当たってたの？怖いよ。当たってたんだ。ゴレンちゃんか。当たったの、ユニコーンでも。当たりましたよ。やりますな。あ、余裕ですね、めっちゃ。ん？めっちゃ余裕ですね。いやいやいや、余裕じゃないよ。怖いよ。怯えてる、すごく。本当ですか？まさか当たってたなんて知らなかったから。イエーイ。めちゃくちゃ怯えてる。もうちょっと伸ばしたかったな。もうちょっと脅かしたかった。ゴレンで助かったな、まだ。でも、はい、でね、ケンさんでの持ち玉もあるんだもんね。まあまあだよね、まあまああるよね。当たってらっしゃいます？当たってない、当たってない、当たってない。さすがに、さすがに、さすがに、さすがに当たってない。当たってたらもうちょっと、うん、殴っちゃうかもしれない、うん、怖い。殴られるところだろ。危なかった。当たってない、当たってない。いやでもそんな差ないな、こうなっちゃうと。怖いよ。そうかな。ケインさんはね、そんな差ないって今おっしゃいましたけど、多分6000発はあると思うんですよね。6000発もっとかな。うん、全然まだあると思うんで、本当にこのままキュインさんが当たらないことを祈りつつ、しっかり私またラッシュに入れなきゃいけない。もしそれが2つとも成功できたら全然あると思うので、引き続き気合、もう気合引き締めて頑張りたいと思います。さあ、まだまだやる気満々のピカル、もう一度ラッシュに入れることができれば一気に逆転も見えてきます。これは発展厳しいんじゃないかな。でも赤くなってほしい。赤、紫、はい、赤。おお、発展しますね。ユニコーンアタックかな、ちょっと弱そうだったんで。うん、レバブルはない。ちょっと厳しそうではありますが、こういうので当たってくれたら嬉しいんですよね。はい、お、はい、お、え、マジでレバブル絡んでないのか、怖いんだけど。これ外したらめっちゃ心折れる。デストロイじゃない。あー、マジで復活はしない。マジかー。わー、やっちゃいましたね。やっぱりレバブル絡んでないと厳しいか。レバブルアップなんでね、もちろん。おー、でもすごい元気いい。許しちゃう。5ライン外したの許しちゃう。紫保留スタート。でもね、またレバブル絡んでないんですよ。宇宙世紀100年の呪いが再び解かれようとしていた。あとゴリゴリ熱い展開になってほしいな。
よしよし、デストロイモードになって発進スタンバイ。悪くないですけどね。赤ボタン来ないかな。あ、普通。ちょっとなんか他のエースに発展してくれないと弱い印象。あー、ちょっと弱いですね。しかも赤まで行かなかった。紫止まりですし、これはちょっと厳しいか。覚醒してくれないかな。それでも、お、おー、本当？これ外したくない。頂上対決は外したくないんですけど。でもレバブルしてないんですよ。レバブルアップなのに当たる？え、本当お願い、期待させといて。ダメは、それはないよ。お願いします。金保留になっちゃう。あー、赤か。タイトルはチャンスアップなくて、まあそれでもの色ですよね。赤、あー、やばいやばい。赤赤、絶対赤。うわー、ちょっとこれはやばいかもしれない。バナージの顔がバッて出るか、デストロイじゃないと。あー、これは厳しいな。まあ、めっちゃ惑わしてくるじゃん。復活ないか。やっぱレバブルアップモードはレバブルがないと厳しいですね。当たることってあるんですかね、レバブルなくても。あ、本当ですか。やっぱあるはあるんだ。6時10分ですね、確かに。いや、どうしよう、やっぱやめようかな。迷ってきた。そうなんだよな、で入らないんだよな、多分。入るかが微妙なんだよな、当たったところで。入ればめっちゃ強いんだけど、入れられるかなっていう。サクッと当たってくれればさ、よかったけど。いや、なんなら3回目のなチャレンジを入れられてればな。こんな余裕だったんだけどな、もっと。悩めるキュインちゃん、時短後134回転回したところで一旦持ち玉を流すことにしました。2万発は切ってたか、やっぱり。はい、今ね、簡易カードにとりあえず持ち玉どんくらいあるかなっていうことで入れてもらって19478個ありました。まあピカルちゃんも多分1万3000発ぐらい持ってるんですけど、投資の差もあってまだ多少は勝ってるんですけどね。で、1000回転回してるんで、ちょっと1回様子見ようかなと思ってます。はい、残り1時間になりました。ケインさんがもうやめられたようなんですよね。現状は負けてます。現状負けてるけど、あと1時間何があるかわからないので、6000発くらいきっと出せば勝てると思うので、しっかり頑張りたいと思います。これで当てます。頼む頼む。緑か。それで当てるのは厳しいですね。レバブルもないし。はい、残り時間もわずかですが、最後のあがきでまた大移動したいと思います。はい、残り時間もあと約40分ほどになりました。最後のあがきでユニコーンにまた移動してきました。こちらでしっかり覚醒ハイパー入れて1万発ぐらい出せるように頑張りたいと思います。
さあ大会初出場でファイナル進出を目指す源ピカル、より良い台を求め実に12回もの大移動、懸命に頑張りましたが、Time's up。 はい、残念ながら実際終了の時間となりました。最後まで諦めずに粘って粘って打ち続けてたんですけれども、まあ、大当たりを射止めることはできず、あと1回ね当たってラッシュに行って、でそれが伸びてくれれば全然ありえたなって思えるので、すごい悔しいんですけれども、でももう最後までこう熱い戦いができて大満足です。ありがとうございました。レールガンで怒涛の22連チャンを達成したキュインちゃんが粘るピカルを尻目に逃げ切り勝利、オリ術の先輩として貫禄を示しました。お疲れ様。お疲れ様でした。いやすごい、なんかちょっと上から目線だけど、はい、頑張ったねピカルちゃん、まあ、そう言っていただけて本当に私は震えていたよ。もう待ってる間もうやめて、怖いって。いやもうキュインさんを脅かせただけでも十分ですね。いや本当に差がそこまでなかったから、はいはい、まあ、ユニコーンを最後打ってたじゃん、はい、なんか一発3000発とかから引かれちゃってたらもうどうしよう、やりたかったね。結構でもそういう奇跡が起きがちだからさ、すごいもうだんだんさ頭の中でさ妄想がさ膨らんでてあ怖いよ怖いよってなったんだけど、はい、まあまあまあね、結果的にはね、はい、やっぱ私はレールガンのレンちゃんが助けてくれて、いや強かった。いやでもねピカルちゃんもゲンさんユニコーン当てて、はいはい、刑事でも当てて、そうですね、初当たり自体はねすごい取ってるから、まあ、取れてた方かなと思います、うん、もう本当にあの最後の最後まで腰を据える台が見つからない、うんうん、確かに結構いろいろ移動してたよね、はい、割にはそんなあの大負けとかじゃなくて、うん、多分ちょいプラぐらいなので、いやいやすごいよ、まあ、よかったなと思うんですけど、うん、もう何せキュインさんが強すぎましたね。いや本当ですね、もうちょっと手加減してくれるかななんて思ってたんですけど、いやいやいやそんな、だって初出場でしょ、はい、今回ね、はい、でまあ、ピカルちゃんライター歴もまだ2年、まだ2年目とかで ね、こちとらもうね、はい、このサイトセブンカップ出始めて決勝行くのに10年かかってるんですよそんな初出場で決勝行って優勝なんて言われたらもうやりたかった、本当私のね立場がないピカルちゃんもここから10年かかる、はい、10年かかるサイトセブン10年かかる、そうなんです、あ大変だ、手続きこれは折術の掟なんで何てめえ出してんだよ。それでは最後にトーナメント表を確認しておきましょう。準決勝第1試合は桜キュインが源ピカルを下し2大会連続の決勝進出を決めています。はい、なんとなんと2大会連続で決勝に行けるということで、いや本当にこのチャンスをね逃したくないなっていうところなんですけど、まあ、決勝で当たる可能性があるのが鈴木涼子ちゃんか、まあ、バイク修二郎さんっていうところで、まあ、どちらもそんなに差しで戦ったことって、まあ、鈴木涼子ちゃんはそれこそ初めましてなんで、まあ、結構未知なんですけども、まあ、どちらが上がってきてもね、まあ、今回こそは優勝したいなっていうところなんで、決勝戦気を抜かずに20連すれば勝てると思ってるんで、決勝でも20連できる、頑張ります。登録して限定動画を楽しもう。リクエストもどしどしお寄せください。サイトセブン TV。